トリノモノレールは、イタリアのトリノにあったモノレール。北、イタリアにあるトリノで、1961年5月から10月までの間、1861年に、イタリア王国として、統一国家が成立したのを記念して、建国百年博覧会として、トリノ国際博覧会が開催された。博覧会場には、労働の宮殿という象徴的なパビリオンと会場の、 入り口との間に 1.8km のアルベーク式のモノレールを建設することになり、将来は鳥の市内に延伸して全長 12km の市内路線として整備するという構想だった。この路線はオールウェグ社にとって最初の実物大のモノレールで当時、トリノのカロッツェリアギアで自動車のデザインに従事していたトムチャーダによって流線型の車体がデザインされた。 三両編成の車両はケロンのフューリンゲンで開発され、車体はザルツギッターにある LHB 車、電気機器はキーペ車で製造された。運転台が先頭車の2階にある構造はセッテベロを彷彿させた。車両は完成後にケロンのフューリンゲンの試験船で試験走行が実施され、トリノに輸送された。試験船では、 高架の橋脚の間隔が20メートルで橋脚を横方向に2本並べていたが、トリノでは橋脚の間隔が25メートルで1本の柱で軌道下駄を支えた。フランクフルトではモノレールを導入する構想があったが、こともあろうに視察団が訪問していた時に故障したことによって構想は立ち消えになった。博覧会の会期終了後は利用者が激減して、 週末にわずかに運行するだけで運行は1963年に停止され、議論は1975年まで続けられたが、延伸計画は放棄され、1979年の秋になって車両は解体された。北駅の建物は2006年に開催された、オリンピックで改装されて使用された。王子を知る者たちの間では、モノレールは労働の宮殿と、 並び鳥の国際博覧会の語り草となっている。鳥の博覧会の会場中を運行した。開会から30日間で6 0 0 0トルを走行して28万人の乗客を運び、1 2トルの市内路線の建設計画も順調に進むかに見えたが、会期終了後は利用者が激減して、週末に運行されるに止まり、1963年に廃止された。 ありがとうございます。